セルヒーイ、イバーノビチバスイリキーウシクイーは近代ウクライナの画家である。ウクライナの自然や農村の風景、そしてコサックの歴史と伝統をそのテーマとしている。セルヒーイバスイリキーウシクイーは1854年10月7日にスロボダウクライナの移住ムーに生まれた。1861年、彼は家族と共にハルキューに移住し、そこで美術を習い始めた。 1876年から1885年まで、ロシア帝国のペテルブルク美術アカデミーの風景画で勉強し、移動派に強い影響を受けられた。1883年、故郷ウクライナを訪れて、多数の風景画を描いた。彼の作品は高く評価され、バス入リキーウシクイーは国外留学が許された。1886年以降、画家は、 フランスのパリで暮らし、イギリス、スペイン、イタリア、ドイツ、南アフリカを旅行しながら修行した。海外経験を重ねたバススイリキーウシクイーは、1900年にアカデミーを離れ、ウクライナの美術を発展させるために、ペテルブルクからハルキューに移住した。1917年、画家はハルキューに大きな国立美術博物館が創立されるよう願い、 自らの1340点の画像と財産を、スロボダウクライナ博物館に渡した。同年10月、バスイリキーウシクイーは3000点余りの作品を、後世に残し、死去した。しかし、第二次世界大戦中に、それらの作品は多く失われ、現在500点ほどしか残されていない。ありがとうございます。